レビエシコル、レビエシコル、レビエシコール、1895年10月25日から1969年2月26日は、イスラエルの政治家。元の姓は、シュコルニク・シュコルニック、1952年から1963年、大倉大臣、1963年から1969年、首相、心筋拘束で死去。 在任中に亡くなった初めてのイスラエル首相。1984年に5000シェケル紙幣で、翌1985年のデノミネーション後は5、新シ,シェケル紙幣で肖像が使用されている。ウクライナ、当時は、ロシア帝国領のキエフ県で生まれる。1914年、当時はまだ、オスマン帝国の領地であったイスラエルに移住。彼の母は、ハシリック。 ユダヤ教で最も保守的な正統派のうちの一派であり、父はミスナグディーム、反対者を意味する。正統派だが、ハシディズムとは対立するの過程に生まれた。エシコルは第一次世界大戦ではイギリス軍のユダヤ軍団に参加している。在任中に6日戦争が勃発し、ヨルダンエジプトに占領されていたヨルダン川西岸地区、ガザ地区の占領に、 重要な役割を果たした。イスラエル建国後、エシコルは1951年にマパイ党員としてクネセト議員に当選し、農水大臣を務めた。1952年には亡くなったエリエゼル・カプランに代わり、金融大臣を務め、12年間にわたりそのポストに着いた。金融大臣時代に彼はマパイの指導者として重要な働きをし、それを ダビド・ベインイコール・グリオンに評価され、彼の後継者として指名された。1963年6月にベインイコール・グリオンが、辞任、エシュコルは3人目となる、イスラエル首相に、国民や議員の絶大な支持を受け選ばれた。しかし、ベインイコール・グリオン辞任のきっかけとなった、ラボン事件、エジプトでのイスラエル工作員による、繁栄イテロで、ラボン国防大臣が辞任した。 で、ベンイコールグリオンとエシコルの関係は著しく悪化しており、ベンイコールグリオンは、エシコル政権に対し再度首の座奪還を試みるが、国民の批判もあり、1965年、彼はマパイを離れ、彼を慕う一部の政治家と共に、新党ラフィを結成することとなる。一方で、マパイは、アフルトハーボだ、と合同して、アラインメント党、となり、 1965年11月の総選挙では議論の余地なくラフインに勝利した。それでもベンイコールグリオンはイスラエル建国の父という栄誉を飾りエシュコルの人気中彼の足場崩しを続けた。エシュコル首相時代初期のイスラエルは1964年に行われた大規模考え工事に始まり持続的な経済成長を続けた。しかしエシュコルと 彼の後を引き継いで金融大臣となったピンハス・サピルよる経済の過剰成長を計画経済に軟着陸させる政策は収縮する経済を自己規制するメカニズムが整っていなかったために予想以上に深刻な不況を引き起こした。1966年には失業率は12%に達し、エシュコルは国民の不安と厳しい目にさらされながら 経済復興に取り組むこととなった。それでも、この不況も最終的には不足した経済の基盤を補わせる方向に交わせ、1967年から1973年にはイスラエルの経済は急速に持ち直すこととなった。エシコルは外交関係の発展に力を注いだ。1965年には西ドイツとの国交を結び、同時にソ連とも 文化的交流を深めた。ソ連からはユダヤ系移民をイスラエルに多く受け入れていた。また、1964年5月にはイスラエルの首相として初めてアメリカ合衆国への公式訪問に招待されている。特にリンドン・ジョンソン大統領との関係強化は、1967年6月に起こった6日間戦争前の待機期間においてアメリカの政治的 軍事的支援を受けるために大きな役割を果たしたとされる。現在では、エシコルの周辺諸国の軍事的圧力に対して妥協を見せなかった毅然とした姿勢は、イスラエルの攻撃に国際的正当性と戦略的優位を与えたとして評価する声が高いが、当時は5月28日のラジオスピーチで陰出ではっきりしない印象を国民に与えたことから、ためらいの声も聞かれた。 さらに敵対国であるエジプトの大統領をなせるから、度重なる挑発を受けたこともおり、エシュコルは国民感情の高まりを受け、臨時の挙国一致内閣を形作ることになる。この合同により、内閣入りしたメナヘムベギンや彼の率いる、ウファ政党エルート、先の戦争の英雄であるモシェーダヤン、さらに旧敵のベミイコールグリオンの流れを組む、ラフィトインダをエシュコルは、 躊躇しつつも迎え入れることとなった。6日間戦争でイスラエルが圧勝したことにより、エシコルはその手腕を評価されていないにもかかわらず、首相の座に留まることとなった。戦争の翌年からは病気のため政務から離れ気味だったが、1969年2月、在職中に心筋拘束のため死去した。彼の名前のついた場所として、ベールシェイは近くにある、 エシュコル国立公園やエルサレムの東の都市6日間戦争で獲得したどちらもとエシュコルがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。